1月1日のに放送される特番の収録をしてきました。収録ロケに行ってきました。今日はそうなんです、土地を土地を行ってきたよ。そう、私とトチョンガとユハとロケしてきました。そう、めちゃくちゃ楽しかった。もう揺れた？揺れてないわ爆笑ロケでした、うん、なので楽しみにしててください。そう、放送が1日っていうね、なんて嬉しい。そうそうそう、うん、めちゃくちゃ楽しかったです。絶対楽しい内容になってると思うので楽しみにしててください。ちょっと待ってよっ、ちょっとドアップになっちゃったギフトありがとうございます。洋服は、あ、そう、今日私服だったの。なんかあのロケ衣装かと思ったら私服であと髪もあのあれ本当はポニーテールにし、お揃いにしようと思ったけどおろしにしましたそう、私服だったから、そう、おろした、うん、久しぶりですね、私服ロケ。そうなんです、うん、マリさん衣装で、あ、違ったよ。そう、あのね、マリさんじゃなくてナナミンとして行ってきましたそう、もうね、めっちゃ楽しいと思います。もう登場からもう面白すぎて、トチョンガが面白すぎて大爆笑、うん、でしたよそうなの、ギフトありがとうございます。で、実は明日もじゃない、明日もね、お仕事があって、そう、明日はね、早起きです。だからさ、今日さ、リアタイできないかもしれないっていう事件が起きるんだよね、ラーメン部。いや、リアタイしたいんだよ絶対に。でも明日恐ろしく早くて多分で一日長いから、あの多分リアタイしたら死んでしまうんですよねそう、だからすごい今どうしたらいいんだろうっていう。いや、今日は絶対にみんなに見てほしい回だから私も見たいんだけど、うん、そうなの、本当に早起きなんだよねどうしよう、どうしたらいいかな、うん、だからね、リアタイ、あのリアタイできる方はもうたくさんツイートしてください。あ、そうなんです、明日はあの日刊スポーツの新潟版に私登場します。あのホラーチャンネルで、はい、の映画のホラー映画のことで取材していただいたので、その様子が、はい、あの載ってるので、ぜひ明日日刊スポーツさんチェックしてください。私も
買う、うん、そうそう、いろいろお話ししました、撮影の様子とか、なんか撮影の裏話とかもあったりして、結構あこんな感じだったんだとか聞けると思います。うん、ぜひチェックしてください。なんか今さ、こうやって配信で見てて思うんだけどさ、髪色めっちゃ落ち着いたねどう今の髪色、なんか良くないですかいきなりなんか黒茶色焦げ茶みたいな、どう良くない髪色落ちてきてめっちゃ馴染んだ、お気に入り、いい感じね、明るすぎず暗すぎず、とってもいい髪色になりました。そう、ちょっとねオリーブがかってていい感じだから、これで27は27のイベントもう最高の、はい、髪色で迎えられそうです、うん、やばい、ラーメン部の話するとさもうダメだ、私絶対行っちゃいそうになるから今日はラーメン部の話もうできない、あ危ない危ない、今行っちゃいそうになった、怖いやめよう。髪色落ちるときってシャンプーのお湯も、シャンプーのお湯も染まってるの、ね、なんか染めたてのときは泡立てるじゃん、ちょっと泡がちょっとだけ色違うみたいな感じ、うん、かな。さすがに今日のラーメン部のことは匂わせられないから言わない、うん、せっかくもうやっと今日放送でさ、みんな多分本当に分かんないと思うからそうだって誰もね予想してないことが起きますからうん、そう危険なのそう27のイベントはさあれじゃん、なんか多分みんなのなんかさ、すごいギリギリに発表だとさ、すごいスケジュール合わせるの大変になっちゃうかなって思って、ちょっとさすがに5日前とかじゃん、あの聞くのって、うん、そうだとさ、すごいなんかあーこれこの日無理だとかなったらちょっとあれなんで、できるだけ早く匂わせてしまいました、それは本当にごめんなさい、でもみんなに来てほしいから匂わせちゃった、うん、でもひとまずこうたくさん、うん、の方に来ていただけそうなので、そうなんよ、27はねいろんなイベントがあるのいろいろメンバーいろいろ稼働してるから誰がどこに、そうそうそうで、油断してると取られちゃうからね他のイベントにそういろんなイベントやりますから、うん、そうそう、ラーメン部もね来てほしいなって、うん、昼も当てる気だったのに外れた、あ昼あれかあれだよね、3期生のそう昼パーティーなのよ、そう昼パーティー公演で夜私たちっていう、でなんか27は1日をどう使う、どう使うかがちょっと気になりますね、みんなそうまあ昼も投げた人多いんちゃいますか昼も投げた人昼も投げた人、はーいどこにいる
昼は特別室やないですないよ。うん、はーい、あ、正直ですね、正直でございますね。まあそうだよね、せっかくこう新潟、遠くから新潟来てくださるって方はそりゃ行きたいよね、昼もはじめまして、ありがとうございます。うん、大変だよ、昼行って夜行ってって忙しいね。うん、だからなんかもし昼も入るよって方は、昼ちょっと騒ぎすぎて疲れたとかいうことにはなんないように気をつけてください。そう、なんか特殊だね、昼が3期生で夜私たちラーメン部が出演させていただくという、嬉しい、うん、いやでも念願のね、私がずっとねやりたかったから、ラーメン部でイベントはとっても嬉しいです、気合入ってます。そうなのよ、昼夜でね、そう演目違うってめちゃくちゃ珍しいよね。そうそう、なんかさ、私はあの夢しなの頃、夢を死なせるわけにいかない公演やってた頃、そう門さんのアンダーで公演出演させていただいてた時は昼だけだったから、昼やって帰るっていうすごい特殊な週末を過ごしてたので、そうそうそう、私夢しな投資で出たことないんですよ。うん、だから あんな感じなんだろうな、そう、私昼の女だ、そう、ひ懐かしい昼の女、うん、そう今回逆、初めて夜だけ、うん、そうそう昼の女でした、覚えてますか。だから夜出たことなかった、うん、なんかそう同期でもその昼だけ出てるメンバーとかいたから、そういう時一緒に帰れるみたいな感じだった。そう春とかね、そうだ、春といえば今日遥かのさ YouTube 見たのね、私あれ見るの好きだから、そうこのショールームやる前、はるかのはるか村チャンネル見てたんだけど、はるかのねあの YouTube のあの最後なんか次回予告みたいな時に、え、なんかさ、私の勘違いだったらめっちゃ恥ずかしいんだけど、なんか担々麺ポーズやってたよね、ムシってやつ、そう、いや私の勘違いだったらめっちゃ恥ずかしいんですけど、あ、なんかダサポーズやってた気がする、なんかいみたいな、いみたいな、いやー私の勘違いかもしれない、それもう一瞬 0.1 秒くらい、ぜひ最後まで見てみてください、はるかさんの、え、してたよね、え、だよね、うわー、これはるかに聞きたいな、うん、いやー聞きますね、てかいやもういや楽しみしてよ、来週かな、ちょっと YouTube 更新されるの楽しみにしてます。そうそう、いやあれ担々麺ポーズだよねきっと、違うかな、いやなんかこんなことしないで、でもこうやって、いやあれなんだろうな、うん、ちょっとこれは来週めちゃくちゃ楽しみにしてます、来週アップされるかな、うん、そういやあえて聞かない、そうあえて聞かないです、
虫の真似、あ確かに、待って虫の真似かもしんない、確かに、だとしたら私のこのポーズは虫ってことになっちゃうのか、ちょっと待って虫の真似かもしんない、やばいよ、うん、ちょっと楽しみにしてましょう、あれ本当に私のポーズを出す、ダサポーズをやったのかって聞いたら、え違うよって言いそう、いやわかる、絶対違うよね、わかるわかる、いやちょっと誰も聞かないでくださいね、これは多分次の動画であの真相が明かされると思うので楽しみにしてます、私も聞きたい気持ちを、いや聞こうと思えばもう今すぐ聞けるんですよ、はるかさんに、でも私は我慢します、そう楽しみにしてますだからみんなも楽しみにしてください、いやあれどういう流れでああなったんだろうな、ちょっと気になるな、10分7秒の時間してきた、そうやっぱやってたよね、楽しみなの、皆さんも後で見てみてください、 YouTube 普通に面白そう、いや私もあのさ新潟の駅前にある番台口の方にあるなんかね、そう飲食店が並んだ通りにあるあの虫の自販機、あれ私も知ってたんですよ、ずっと気になってたの、まさかねはるかさんがあれを食すという、ちょっとめっちゃ楽しみです、そうあれ気になってたんだよね、これ買う人ちょっと見てみたいなと思って、うん、え虫食べたことありますか、なんかコオロギとかそういう幼虫とかさ食べたことある方います、うん、そうそうそう、イナゴとか、私も絶対食べれないわ、うん、イナゴなら嘘、待って待って、イナゴ食べたことある人多くない、ちょっと待って待って、えなんでこんな、待って待って、なんでこんなみんなイナゴ食べたことあるの、え待って待って、ちょっと待って、待って待って、めっちゃ面白いんだけど、ね、びっくりした、コメントがさ、コメントがめっちゃイナゴ、何なんかこう大人の男性は何なんかイナゴ食べる試験とかあったの、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、これめっちゃ面白いんですけど、うん、イナゴって我々の世代普通の食べ物、イナゴはメジャーだよね、普通に食事出てた、イナゴは貴重なタンパク質、やばいやばいコメント読めっていう昔の人はちょっとちょっと語弊あります、全然みんなちょっとお兄さんなだけだけど、ちょっと待ってよ、ちょっとみんなイナゴ食べたことあるの、嘘ってかめっちゃさ面白かったね今コメントが、なんかもう当たり前かのようにもうみんなラーメンを食べるかのように、ラーメン食べてるかのようなこの、あイナゴ、うん食べたことあるよみたいな、イナゴの足は歯に挟まるハートじゃないよ、めっちゃ怖いこと言ってるから、イナゴくらい食べらんと大人になれないぞ、嘘、ちょっと待って、いやいやイナゴイナゴ見ると、イナゴ見るとよだれ出る、あーちょっと待って、ああ女子いた、こ若い女子がいた、ここにね、引くよね、どう思う、びっくりした、ほら無理無理無理って、ほら女の子引いてるよちょっと待って、面白すぎ、
すぎる。あ、やばい、おなごとかイナゴみたいに言っちゃった。違うよ、全然かけてないよ。うん、いや待って、私は弾いてないよ全然。私は全然そういうの見れるから、あのさ YouTube とかでもさ私見るのよ、なんかイナゴ食べてみたとか、なんかそれタニシ、なんかそこら辺にいるタニシ拾って食べてみたとかいうのをあの動画見てるから私は大丈夫なんだけど、ほらオナゴはさ、若いオナゴは弾いてるぞみんな。あーめっちゃ面白い。いやいや、こっちだよ笑い止まんないの。全然かけてないからイナゴとオナゴ。うん、そう私は耐性あります全然。いや面白かったなコメントみんなの、なんかイナゴ食べたことあるけどみたいな。いや、うん、いやそうね、なんか全然美味しいのかもね。美味しいって言うじゃんイナゴ。うん、そうなんかさザリガニも美味しいみたいな動画見るの私よく、うん、そうなんか野生のトリュフ食べてみたとか、そう、うん、いや動画で見る分にはいいんですよ、私そういうの見るの楽しくて見ちゃうんですけど、いやでも食べられないなきっと。イナゴの佃煮ね、うん、まあでもいつかもうお仕事でってなったら私は食べますね迷わず、うん、そうそっか、めっちゃ面白い、なんか盛り上がっちゃった、ね、エスカルゴってさ、なんかあれあるよね、あのエスカルゴの穴に入ってるエスカルゴ焼きみたいな、あのファミレスの某ファミレスのエスカルゴのなんかエスカルゴ焼きみたいな、うん、あるよね、あれ食べたことある、あれめっちゃ美味しい、うん、そうあそうサイズリアね、サイズリア、そう、うん、あるよね、スカルゴオーブン焼きね、うん、あれは食べられます、あれ美味しい、めっちゃ美味しい、まあ、確かに、まあ、イナゴのオーブン焼きとかあったらまあいや食べないな、うん、ちょっとすごいおもろいコメント、ナナミなら絶対ドイツに勝てる、ありがとうございます、ドイツに勝てる、すごい、私はちょっとドイツ勝てますかね、あの昨日応援してました、とっても、うん、すごいね、いや勝ちましたねドイツに、いやもうあんなすごい気持ちが高ぶることあるんだこんな深夜にって思っちゃいました昨日、うん、ちょっとさ、そんなことよりもすごいことが起きたんだけど、私スコア当てたんですよ、いやすごくない、なんか自分でもびっくりしちゃって、あれこれ当たっちゃったみたいな、いや全然なんか私のあれスコア予想なんてあれなんですけど、本当なんか偶然って言ったら偶然なんですけど、いやだとしてもちょっと嬉しかったですね、こういうなんかめちゃくちゃ大きなもう大会で当てちゃって、うん、そう勢い余って県会は本当にいた、何があった、あ私あの昨日の試合前、ドイツ戦の試合前にショールームでスコア予想したんですよ、そう明日あちょこの後の試合は2対1で勝ちますって、
コア予想をさせていただいて、そしたら見事的中して、まあ、あの偶然とはいえとっても嬉しかったですね。だから単押しね、みんな私言ったからそうちょっと嬉しかったです。いやだからツイートしとけばよかったなって思っちゃいました。そうそうそう、次のコスタリカ戦ちょっと考えます。ちょっと試合に近くなったらこうスコア予想の神が降りてくるのでそこで発表しますね。まあ、27なんでもうちょっとなんですけど、ね、誰かちょっとさ、誰かバズらせてほしい。いやもう遅いか、私がツイートしとけばよかったんだよね、スコア予想。いやちょっと自信なくてさ、ここで言うことしかできなかったんだけどさ、いやあれもしツイートしたら結構伸びてたですよね伸びてたですよね、うん、次当てたらもうさすがに、次当てたらもうさすがに単押しで、うん、全員次やってたら宝くじ買います、はい、次やってたら宝くじ買うわ、さすがに。そう、でもみんながねツイートしてくれたね、ありがとうございます、うん、次も当てたらもうなんかみんな単押しと、私は個人的に宝くじをかっていう、うん、って感じですかね。いや私もびっくりしちゃった。いやそんなことよりも気持ちが高ぶりすぎてテンションが上がってすごかった。やっぱりワールドカップって言ったらもうすごい注目度でしたね。そう、もうツイッターがもう止まらん、通知もタイムラインもって、そう、いやなんかツイッターで荒ぶりすぎるとこれフォロー外されちゃうなってみんなに思ったんで、あの755は斜め押しのみんな多く見てくださってるので755でこう暴れました。そう、もうサッカー試合後さ全然眠れなくて、いや明日早起きなのになとか思いながら寝れなくて、そうだから今日はね寝不足なんですでもね幸せな寝不足ですよ。いやすごかったな、なんかもうやっぱこれが世界なのって思って、いや私あんまりこうなんか世界の試合みたいな見たこととかなかったから、こうやってゆっくりとこう改めて昨日全部見て、もうなんかすごすぎてってか、もうドイツなんかすごい、もうボールが早い、ほなシュ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 って、そう前半からもうね釘付け全部見ました。そう、そう星さんのサッカートーク面白い、星さん星さんのサッカーとか、待って、星さんがサッカーのこと話したらもう3時間くらいかかりそうですね。うん。すごかった。パス回しがね。あ、そうじゃん。今さ韓国のとどこですか。韓国とやってますよね。ウルグアイ？どうなんですか、ちょっと誰か教えてください、スコア
いや10時からだもんね。もうちょうど前半終わる頃。あ、終わったか。あ、引き分け。あ、0-0。おお、なるほどなるほど。これはえ、どんな感じ。あ、めっちゃ緊張感と面白いし、いいねいいね、いい試合ですだって。いや楽しい、こんなに楽しいってもう最高。うん、そう、みんなと見たい。27さ、あのラーメン部のイベント終了後、あのパブリックビューイングやりたいね。そう、みんなで見る、そのまま LED につないで。そうっていうのを妄想してました。ありじゃない、めっちゃ良くない。そう、2部で。うん、まあでもそれはちょっといろいろ事情があって多分できないと思うので。はい。そうそうそう、多分ね絶対に無理ですねこれは。めっちゃ盛り上がりそうだけどね。うん、そうだね、やってきたら楽しいっていう、これは妄想でした。はい、あ、やばい、もうこんな時間だ。ちょっととりあえず私は配信を終えてお風呂に入ります。お風呂に入ります、お風呂入ってきます。じゃあ今日はこれで終わります。そう、今日はね、あのね、毎週楽しみにしてるドラマがお休みなんで。そう、でもね、その分今日ラーメン部があるので、放送が、ね、あるのでドキドキです、みんなの反応が。ありがとうございました。うん、また配信しますね。ありがとうございました。またね。お前髪、今日前髪いい感じ。おやすみなさい。ありがとう。またね。